今からピアノの絶対音感テストをします。パーフェクトピッチテストをします。ミファソラシラソファミ。当たってます。ありがとうございました。しか見えないから。お前しか見えないから。顔が近いからですね。そういうことじゃないの。離れてたって彼女しか見えないんだって。来週どうなるんだろう。視野狭窄が起きているのだとしたら緑内障に進展する可能性があります。そういうドラマじゃないの。恋愛ドラマなんだから。男と女にはいろいろあるのね、えお兄ちゃん。まあな。何があるのですか。実は昔お兄ちゃん一度マリアさんに。おいやめろ。食べるぞ。はいはい。あのね、これ私とお兄ちゃんで作った特製フルーツサンド。おかげで無事退院できました。ありがとう。これ俺から二人に。このアプリで俺に二人の居場所伝えられるようになってるから。まあ訳ありの二人はこういうものを持っていた方がいいだろう。まあ確かにこれ持ってたら安心するか。お兄ちゃんが君たちのためなんだけどね。白夜さん、お揃いだね。お揃いって何ですか。あ、同じものを持つってこと。一緒のものを持つってなんかいいよね。気持ちまでつながってる感じがして。シミファミシミファファファソミ。その子の正体簡単にはつかめないかもな。シミファファファソミドミファドドドシ。おいしいです。シミファソミ。シミファミファソラやってみました。ミラソソファミレミファファ自然。やさんいい感じ。それならバカなのか。明日仕事の時試してみなよ。ここがあって時にニコってやってみます。本日より、ここを本部として総合診断協議チーム、通称 CDT を発足します。エドソロワチュのお窓へ。みんなで力を合わせて頑張りましょう。これだけ。いや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 、はい、これ役員さんの新しい白衣見てみて。ほらほらほら、キャリーでしょ。CDT、 うちの病院の看護師さん。